小岩管内、東部東海被害、地震の影響により東部東海、また車両が土砂に巻き込まれた模様、要救助者等は不明、至急現場に向かい調査されたい、どうぞ。小岩了解。以上、警視庁。後ろからもうアップで乗車通ります。周辺を詳しく調査するため多目的ロボットを投入しました。小型であるため隊員一人で持ち、また遠隔の操作が可能なため人が入ることができないような狭い場所で活動することができます。救助者が到着しました。現場は土砂や倒木などで足元が悪く、隊員が活動するには危険な状態です。現在活動しているのはジャーマンシェパードのユンゴ号6歳、ラブラドールレトリバーのキッパー号7歳です。警視庁警察犬は
高齢者の捜索で出動し、発見、保護しました。ラブラドールレトリバーのスキッパー号は令和4年8月に行方不明者の捜索で出動し、発見、ご家族に引き渡しました。捜索の結果、現場に残されている要救助者はいないようです。指揮所に報告し、現場での活動が終了しました。以上で、倒壊家屋からの救出・救助訓練を終了します。第2回訓練終了。第2回訓練が終了しました。第3回訓練開始まで今しばらくお待ちください。